微分形式の2回目です。前の動画では、微分形式の計算ルールを説明しました。今回は微分形式を使った例について話してみたいと思います。話の筋はこんな感じです。まず、微分幾何学の局面論を使って、局面の第一基本形式、第二基本形式を導いていきます。その後で、微分形式を使って同じ結論を導いていきます。 正直私にはそれほどのメリットがあるのかよくわからないのですが微分気化学の勉強とししてて計算を追いかけてみましょう。元ネタは定番の教科書である小林さんの曲線と曲面の微分幾何をベースとしてその他いろいろな本の情報を混ぜていますでは始めていきます前提として画面に出ているような曲面を考えています 二次元の局面ですから、U と V という二つのパラメーターで局面 P が表現されます。馴染みのある XYZ 座標を使えば、画面のように描けます。ある点で、一時独立な接ベクトル PU と PV を考えると、このベクトルで貼られる接平面が考えられます。二次元の局面を数式で表現しようとすると、こんな道具がまず登場してきます。 局面をパラメーター表示する道具を示したわけですが、局面の性質を示す量として、第一基本量、第二基本量というのがあります。第三もありますが、あまり使わないそうです。第一からやるのですが、これは局面の一回微分、違う言い方をすると、節ベクトルの情報から決まる量です。画面で四角く囲んだのが公式です。 第一基本形式と呼ばれるのが赤い字で書いた式で係数の e f g が第一基本量ですその中身は tu pv つまり節ベクトルの内積です f について u と v の順番を変えても内積の値は同じですから同じ文字が当てられています第一基本形式というのは 曲面上の節ベクトルの長さの次乗を取ったものと言えます次は第2基本量です第2基本量は局面の2回微分から決まる局面の性質を表す量ですここでは節ベクトルの他にそれと直交する E という法線方向のベクトルを考えます青い字で 第2基本形式の定義を書きました画面の右側の四角く囲んだ、L m N、が第2基本領です。4つの式のうち真ん中の2つは変微分の順序を変えても同じなので同じ m という文字が当てられています導き方ですが図の3つのベクトルは互いに直行していますですから説ベクトルと e との内積を取れば0ですね その式を u と v で偏微分します。第2基本量は4つの式を移行したものに名前をつけただけですね。補足ですが、局面の2回微分は t u pv e の線形結合で書けます。これをガウスの公式と言います。係数に当たるガンマに添え字がいっぱいくっついているのはクリストフェルの記号と言われます。 一般相対性理論の式の操作でよく見ますよね。ついでに、ベクトル E の微分についての式が、ワインガルテンの公式というものです。このあたりは、もののついでなので忘れてください。第一基本形式と第二基本形式ですが、座標系を変えてみます。今まではパラメーター U、V をベースに接ベクトルを使っていたのですが、 正規直行標高に変更します。標高というのは聞き慣れない言葉ですが英語ではフレーム日本語では座標形くらいに思っておきましょう平たく言うと大きさ1の直行する単位ベクトルで表現するということです説ベクトルは E1 と E2 の一次結合で書けますこれまで、 曲面上の曲線の微小部分 DP を PU と PV を使って書いていましたが単位ベクトルを使った式に変えます括弧に入った部分を θ1θ2 と置き換えると第1基本形式は DP 自身の内積でしたから画面の一番下の式のように書き換えられます前よりシンプルな格好になりましたかね次は 第2基本形式です。三つの単位ベクトルの微小部分も、単位ベクトルの一時結合で書けます。添え字のついたオメガは係数です。単位ベクトル同士の内積はただの数ですが、その式を微分します。整理すると、i と j が同じ時にはゼロとなることがわかります。それから、第2基本形式の定義式に、 単位ベクトルを使って書き換えた dp と de3 を代入してみます整理するとシータとオメガの式になりますオメガもシータの一次結合で書けるのでシグマでまとめられた青い字で書いた式になりますここで行列 b は対象行列になります最後に微分形式を使うとどうなるかです実は 微分形式はすでに登場していてシータは一次微分形式での表現です外微分はゼロになるという性質がありましたよね DP の表現は何度も出てきましたこれを外微分します途中を少し飛ばしますが画面右側の四角で囲った公式を使うと一番右辺の形が出てきますウェッジ石が出てきましたね 1> DE 1と DE2 を単位ベクトルの一時結合で置き換えると一番下の式になります小林さんの教科書では縮約記法を使っていないのでシグマが出てきていますさてこの式を EEE、e e、でまとめ直します外微分を取ったのだからこの足し算はゼロにならないといけません。加えて、E は一時独立なので 全体がゼロになるには、カッコの中が全部ゼロにならないといけません。結局、赤い字の式と青い字の式が出てきます。画面右の四角く囲んだ式は、シグマを開いて具体的に書いただけです。最後ですが、オメガをシータの一時結合に置き換えて計算を進めると、係数の Bij、 つまり行列 B が対称行列だという、さっきと同じ結論が出てくるよというわけです。小林さんの教科書では、さらに議論が進んでいくのですが、動画はここで終わろうと思います。小林さんの本は微分幾何学の本ですが、微分形式の話が出てくるんですね。レクトル解析の本でも部分的に出てきます。やはり、微分幾何学の基礎知識はあった方が良さそうです。 では、さようなら。